をご覧の皆様へ。この試合は期待されている女子プロレスを提供できないことをご了承ください。2014年ガビ・サリアとコミカルエースを襲名した志田ヒカル。しかし志田にコミカルをやる気はゼロ。そんな志田はコミカルだけしかできないランマルにコミカルワールドに付き合わされ試合に敗れてしまう。退場という
はい。まあ今ネタ話をするとですね。あ、ちょっと待ってください。はい。空気読めよ。そう、空気読めと。座れよ。おっと。あ、説教が始まります。説教バージョンのフェアリーに変身した。おい、大丈夫。空気読めんのか？ロ
られてた、そんなあのクラマー国民館的な感じ。そうですね。そして残り4分ですからね。さあその中で両親がダブルノックダウン、ダブルノックダウン。しかし石山立ち上がる、石山立ち上がる。ケンちゃんとランマル、しかし両者大消耗戦になっている中、解除解除されました。元気いっぱいになります。さあこの試合ケンちゃん勝ればコミカル卒業。表明ということになりますよね。これはちょっとあの大阪女子の方なんですけど、